坊っちゃんスタジアムです。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発はルーキーの松本、対するカープの先発は右の森下、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の松本マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは秋山。背番号9、第9ボール。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球は打ちました。追い込んで投げました。150キロ直球、空振り三振。左バッターボクサーには宇草。背番号38、第1球投げました。直球ストライク。第2球投げました。これもしかし空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。ボール。第4球は打った。当たり損ねのセカンドゴロ。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番菊池。菊池。背番号33。第1球、1球目ストレート空振り。第2球投げた、打ちました。三遊間の打球、村上ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。松本今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは小園。第1球投げた、外角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。ボール。第3球ボール。第4球を投げた、カットボール見送ってストライク。第5球投げた、打ちました。アルボール。第6球を投げました、内角ボール球打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番末金。背番号52。第9投げました、初球空振り。さあ次の投球投げました、カーブはボール。第3球低め外角ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、低め際どいボール。投球これから5球目、ボール。第6球を投げました、打ちました。鈍いゴロ、竹岡取った。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番林。林背番号45。第1球外れた、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った、センターへの打球、センター前にヒットになります。林ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは7番矢野。第1球投げた、ボール。まずアウトコース低め。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、カットボールはストライク、タイミング合いません。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、内角高めいっぱい、見逃し三振。内角高めいっぱいに決まった。2回の表が終わって1対0、スワローズ1点リードは変わりません。3回の表、1点を追いかけますカープの攻撃。先頭バッターは相澤。第1球投げました、直球決まってストライク。初球ストライクから投げました、カーブはボール。アウトローへ投げました、見送ってボール。第4球を投げた、アウトロー際どい球、ボール。第5球投げた、5球目ストライク。さあ6球目打ちました、ファースト左へのゴロ、オスナそのままベースに入ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー森下。背番号18。第1球投げた、見送ってストライク。第2球
投げた、アウトコース低めいっぱいストライク。投球はこれから3球目、高め直球は外れてボール。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。打順をトップに帰って秋山、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。投球これから2球目、打ちました、一、二塁間ライナー破っていった。秋山いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは2番宇草、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第1球投げました、初球から打ってった、レフトへ上がった、取ってこれで3アウトチェンジ。1塁ランナー秋山残塁に終わりました。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは菊池、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げました、ストレートはボール。さあ次の投球投げました、変化球ストライク低め。第3球を投げました、直球見送ってストライク。追い込んでから第4球を投げました、三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。バッターは4番小園、第1打席はサードフライに倒れています。第1球1球目ストライクから、第2球投げた、決まってストライク、これで追い込みました。第3球は空振り三振、バットアウト。松本見事なピッチングです。バッターは5番聖金、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球第2球投げた、打った、村上ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。松本見事カープ打線を抑え切りました。4回の表が終わって2対0です。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは林、ストライク、いきなり152キロ、第2球投げた、決まった、ストライク、これで追い込みました。第3球ストレートはボール、外角へ。さあ4球目、低めいっぱい、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは7番矢野、第9外角低めいっぱいストライク、いきなり151キロ、初球ストライクから、第2球投げた、カットボールはボール。投げた、空振り、追い込んでいます。次は4球目、投げました、ボール。第5球投げました、打った、これは内野ゴロ、村上掴んだ、サードから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番相澤、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。打ちました、初球打ち、取りました、これで3アウト。松本ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー森下、第1球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、いきなり152キロ、投げました、ボール。投球は3球目、投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、ファール。さあ5球目、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。バッターはトップに帰って秋山、第1球投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げた、打ちました、ライトへ持っていった、ヒットになります。秋山ナイスバッティングです。代打は坂倉、坂倉背番号31。第1球投げた、初球空振り、いきなり150キロ。第2球、2球目ストライク。投球は3球目、投げた、1つ外した、ボール。投げました、打ちました、セカンドゴロ、ゲッツーになるか、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって2対0、スワローズ2点リードは変わりません。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは菊池、今日はサードゴロと三振。第1球投げました、1球目ストレート空振り。スワローズここは引っ張りに警戒します。投げました、カーブ決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、これは引っ掛けた、村上ボールを掴んだ、一塁送球、ヘッドスライディング、セーフ、一塁はセーフ、
記録はヒットになりました。左バッターボックスは4番小園、今日はサードフライと三振、タッチはセーフ、投げたアウトコース高め、ボール、一塁牽制、タッチセーフ、第2球打った、セカンドライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボックスには聖金、今日はセカンドゴロとサードゴロ、第1球ファウルボール、第2球菊池スタート、外れた、ボールを二塁へ送った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。投球は3球目、投げた、空振り、次が4球目、投げた、低め、ボール、さあ投球は5球目、投げた、初球見逃し三振。7回の表が終わって2対0、スワローズ依然2点リードを保っています。8回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは林、第9球ストレート決まってストライク、いきなり151キロ打ちました、これはファースト正面、オスナ、そのままベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番矢野、今日は三振とサードゴロ、投げた、ボール、さあ次の投球、投げました、インロー見送ってストライク、投球はこれから3球目、打った、当たり損ない、竹岡取った、セカンドから一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは相澤、今日はファーストゴロとライトフライ、第1球ストレートはボール、第2球投げました、変化球ストライク、アウトローへ投げました、空振り、投球これから4球目、ボール高め、次は5球目、投げました、スプリット、見逃し三振、松本最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって2対0です。カープ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは田中、第1球投げました、あっと引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って秋山、今日はここまで3打数2安打1三振、第9球初球はストライク、まずは決めてきました、投げた、打ちました、お手元のファーストゴロ、オスナ、そのままベースを踏んでツーアウト、勝利まであと1人、左バッターボックスは2番坂倉、スワローズここは何としても抑えたい場面、第9球外角低めいっぱいストライク、第2球ストライク、さあいよいよあと1球、投げた、流し打ち、取りました、ゲームセット、松本見事な完封勝利、スワローズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。